おめえは俺に本気出させるために違うか。こうでも戦闘、貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世から。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと、バカなことだと。この俺にはそれが全てだ。こいつは俺の強さを超えやがった。 同じ際圧倒的な力を誇っていた。こいつに命を助けら。アビディ、周りに誰もいねえ。<笑>望み通り場所。 それほどまで。 早く終わりそうにねえな。行くぞ。こうしてやる、カカロット。違う、こっちだ。ありゃ。 じゃなかったな。魔人ブッチョ。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。 ブルマ、トランクス、そしてカカロット。
マジンブー、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。 うるさい、余計なこと言うんじゃない。マジンブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。無駄だ無駄だ。ベジータだってそれやっても無駄だったろ。いや、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。あっちだ。さっさとやろうぜ。これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。これがやらなきゃ誰がやる。おら、ほらの本気見してやる。これがやらなきゃ誰がやる。トランクスの木が早く動き出した。西の都を離れ始めたな。そうか、うん、わかった。あ、なんだ。うん、わかった。おめえ父ちゃん、なんだ。ごてん、母ちゃん。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。よこせ、早く。ああ、
ジータ、やろうぜ。起こせ、早く。よっしゃ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに、ほら、見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。うっわっ、さあ、さあ、やあ、バカめ、いや、うわっ、さあ、うわっ、ほらよっと。おっしゃあ、遊びは終わりだ。受けてみな。いや、遊びは終わりだ。受けてみな。そうだ。バカな。無様だな。あーあー、畜生、こんな、こんなはずじゃなかった。そんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。もうまだまだまだ。行け、もう一度も。気配がする。そうか、そろそろ楽にしてやるか。遊びは終わりだ。もうならまま。ま、行け、もう一度も。受けてみな。おっしゃあ、遊びは終わりだ。受けてみな。はいや、少し本気出すか。受けてみな。そうだ。邪魔だな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。銃数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。ハメハメハー！くそ！さて、果たしてうまくいくか。カカロット、すごいやつだよお前。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるかと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだ。確かにそれもあるかもしれない。それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しむために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。あいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。だから相手の命を出すことにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたかのような。頭に来るぜ。世界が大好きで。
優しいサイヤ人なんて頑張れカカロット。お前がナンバーワンだ。やらなきゃ誰がやる。トラの本気を見せてやる。俺がやらなきゃ誰がやる。やらなきゃ誰がやる。俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。俺もさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。1分間俺がなんとかやつを食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。海王神ベジータ、たまには地球の始めるぞ。ブーが相手じゃ。少しずつでベジータ、地球どころ。助かった。聞こえるか。やんなベジータ。みんな来た。いけ。おめえは待ってんかな。またな。それじゃあ、また。なんだよ。Thank you.